黒田房子役の北原留美です。房子さんはのぼろくんのお母さんです。はい、若いうちに旦那さんを亡くして一人でブティックを経営しながらのぼろくんを育てています。はい、結構のぼろくんには甘いお母さんなのかなっていう感じですね。まあ音楽がやっぱり好きでしたね。科学部でした。告白はしないタイプです。ちょっと年代がね分かっちゃうんですけど、バンドブームがありまして結構特定のあるバンドを追っかけてた記憶があります。はい、割と一人で行ってましたね。もともとピアノとか合唱とかやってたので音楽はもともと好きだったんですけど、その延長線上になんかバンド好きっていうのがあったりして、まあ高校の、それは高校の時なんですけど、友達とバンドを組んで演奏したりとかはしてましたね。ただやっぱりクラシックの方が楽しかったかな。どの登場人物に感情を移入していただいて、はい、なんか自分が房子の気持ちになってみたり、あとはリュウジであったりのぼるくんであったり少年たちであったり、いろんな人に感情移入してその世界観を楽しんでいただければなと思います。ぜひお越しください。